広中国光は、浄土州西巨院、第二十一代目住職。教育評論家。愛称は、ヤンチャオショウ。愛知県岡崎市出身。愛知県岡崎市新福寺町で、西巨院住職の次男として生まれる。少年時代は、地元では、かなりの悪で何度も、警察の世話になっていた。高校時代の恩師の支えによって徐々に構成。大正大学へ入学。 大正大学仏教学部卒業後、ソニーに入社。販売会社へ出向し、そこで全国トップの営業成績を記録した。退職後は独立して複数の企業を経営した。1990年に20代目住職であった父が病気で倒れ、国光が21代目住職に就任した。1996年頃から10年以上にわたり、 自らが営む寺で心の問題を抱えた少年少女たちを無償で預かるようになった。2010年まで2000人以上の少年少女たちを構成させてきて平成の駆け込み寺として注目された。2012年頃に肺がんが見つかるが治療を続けながら全国を飛び回った。2019年4月16日死去。68歳没。 AB 受賞者紹介、社会貢献者表彰平成19年度、社会貢献支援財団、ABCDEFGHI 岡崎で、やんちゃ坊ーずひろさんと論会、まちづくりは人づくり2012年5月11日、岡崎経済新聞 AB 若者の未来インタビュー、第10回、弘中国光氏、ギャリアアカデミー進学ナビ大学、短大サーチ、進学ナビ、 広中国光プロフィール講演会、セミナーの講師紹介なら講演以来。コム、子育て導く真心説法師は長、広中さんが、講演、2009年6月8日16時2分に手日報、広中国光プロフィール講演会、セミナーの講師紹介なら講演以来。コムハット、東海愛知新聞2019年4月19日、ありがとうございます。